練習。こう鏡行って振り向くの遅くなるので、このまま行ってこうだな、ここに座る。よし、これ行こう。多分ね、直線なんで行けます。これはだって。おお、新しいって待って動ける範囲ちっちゃすぎだろお前。なるほど。最悪か、気圧出チャプターを舞台の向こう側。オニールが言ってたコンピューターだな。パスワードを入れてみるか。ローディングされたらさすがにワープしないかもな。それはある。普通に来れちゃったな。ちょっと戻ってみるか。なるほど。多分ローディングの方が強いんじゃねえかな。あれローディングの最中なのに来たからか、灰色だな。おい、ああそっちか。なんかそっか、ロード途中の世界を私は見た感じだね今。あ、なんかちょっと面白いわ。ちょっと面白いっす。ロード途中の世界は灰色なんだな。面白、めちゃめちゃ面白いんだけど。一回やる。灰色の世界の状態の時にパソコンにもう一回行く俺。あ、100になる前に戻れ。またパソコンいじれお前。100になる前にパソコンをいじるのだ。難しいか。あ、
え、あー、どこ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 、この岩。どこだよここ。あ、裏世界だなこれ。暗っ。ああ。ほぼ 80% なんですよね。間に合わないか、やっぱり。この灰色の世界で、いけるんじゃねえか、でも。あ、早い早い。今回早い。今回さっきより早いがな。やっぱ早い遅いはでもありますね。ルーラちゃんとこ行くわ、じゃあ。ルーラちゃんちの方が近いので、ルーラちゃんはいけんじゃないかな。あれ？登れねえの？うらー！なんとも言えない微妙な時間だな。プレステ4読み込むの遅くしてほしいんだけど、もっと。あ、来た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 。これでルーラちゃんをちょっと近くに寄せといてるので、ここはね、ちょっと登りたいところですけど、登れないのでショートカットせずに遠回りして話しかける。ルーラ眩しいよお前が、みたいな感じになり、フリーズ。聞いていいか、原因を、鍵を持ち、助けて、何か。おお、会話が終了していればここにフリーズせずに行けると。ギリギリだったな。うん、やっぱ会話中ってのが止まっちゃうみたいですね、フリーズして。オニールが言ってたコンピューターだな。パスワード入れてみるか。そうそうそう。あ、でもすぐ暗くなっちゃったじゃん。あれはルーラちゃん？ルーラちゃんだ！ルーラちゃんと一緒に落ちてるなら大歓迎だ。くそ！不思議なローディングになっちゃった。あ、消えていく。そういうことか。ルーラちゃん一緒にいよう。聞いていいか。いいんだ、話しかけて。あ、いなくなっちゃった。外の化け物について何か知らないか。見つかったら殺。
どこから来てるかわかるか？あれ、ルラちゃんかな。あ、そしてじゃあ元は人間なのか。動けるか。まだ原因は何だ。娘を探してるんだ。そうか、俺もだ。メガスオフィス、おメビウス、原因を探ってみる。鍵をかけたままここにいるんだ。外は危ない。お、え、お、ルーラちゃんはいないか。いても良さそうだけど見つけられないな。